back to the future. I don't got time to hear about the glitches. Rap serial killer looking for another bit. Come and get your issue. We don't rollin' with a 9-bit. Slashing at you off, cause it's like a carry.全く全く山田さんの声が今スタート聞こえなかった。そう、山田の声が全然聞こえへんかった。もう一回仕切り直してもらっていいですか。もう一回してよ。始まった手で。全然聞こえへんし。聞こえへんで山田の声。山田の声が聞こえへんしたんで、1時間もリハーサルしたのに今声が聞こえない。今夫婦で喋ってます。はいはい、ほんまやね。はい、来た、はい、来た。ちょっと待ってくださいよ、いきますよ。はい、あ、そうやね。はい、今日も始まりました。山田パンチ、改め山本パンチ。めっちゃ切れてる、うん、声が途切れ途切れ感がもうやばいよ。声が大きすぎるんですかね。チャギアスの一人咲きぐらい途切れ途切れ。ええ、よくわかんない、それ昭和すぎて。わからん。昭和すぎて。途切れ途切れので始まってる。大丈夫。昭和すぎるよ、ね。あれ、何調子悪いですかね。大丈夫ですか。大丈夫かな。4人しか見てないけど大丈夫かこれ。来ました。大丈夫ですか。あ、来た。あ、今スタートで終わるやない。いいですか。やりますよ。はい、本当の本気の。はい。今日も始まりました。山田パンチ改め山本パンチ。パンチ。パンチ。よし。パンチよし来た、よし来た、これはいい、決まりましたね。これは今までにない。いやでも2分ぐらいですから、たった。そうやね。はい、全然。オープニングとしてはちょうどいい尺だったね。はい。見てください、はい、もうこんなにもうブワーっともう。あ、来てるね。5万人ぐらい見てくれてます、いきなり。あ、お疲れ日、いきなりね。お疲れ日。お疲れ日懐かしいね。お疲れ日懐かしいっすよね、2人とも。もうカルビ食べねえやろ。え都市的にカルビもう無理やろ。頼まないですね、もう。はい、もうメニューの中に入ってないですもん。もうダーツより飯じゃなくなった。いや、まあ飯ではあるんですけどね。飯ではあるんですけど、そこまでない。あ、お疲れ来た、ほら。新薬わかります？新薬。カルビ。新薬？大城新薬、あの。わかるよ、わかるよ。でっかい。アスカだった。でっかい。うん。俺結構負けてる。絶対イオちゃん分かってないですよ、この顔。いや、分かってる、分かってる。分かってます。メガネのさ、投げるときちょっと口開けて投げる。いっぱいおるやん、口開けて投げる人。おったやん、新也くんって。俺に勝敗結構良かったっちゅう話前にして。わかった。わかった。大城新也くん、あの、山田パンチファンなんですよね。あ、そうなんや。やっぱ古いプレイヤー出すんで、やっぱり、一緒の時代を戦った人間だから。まあ、現役やけど、俺ら。いやいや、現役でやらせてもらって。僕らも。いやいや、新しいよ。フレッシュよ。新しいんですか。よく言う、よく言うっすね。いや、じゃあヤンマーらは、はい、やっぱりその今の人らにも知られてるけど、俺とかやっぱこう 2,3 年始めた人らからしたら、はい、すごいフレッシュと思う。知らんと思う、俺のこと。そんなん言ったらいいよ、いいよ、松本いいよって誰みたいな感じやで。いや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 、今俺ら、俺らフレッシュでフレッシュで売ってますから。フレッシュで。いやいや、売れてないですよ。売れてないですよ。3年目。いや、とりあえず、プロ3年目の。もう出方見て、昔活躍、あ、これはちょっとググろうってなってますよ、もう絶対。いや、なってない、なってない。なってる、なってる。ググっても出てくるか分かれへん。なってます。あ、やばいやばい、ちょっとコメントがどっか行ってしまう。コメントやばいな。アナちゃん、イオさんまだ18ですか。アナちゃん、はい、18です。37になりました。18にしとこう。小春さん見てくれてる。あ、パパさん優しかったです。優しいですよ、パパ。すごい。一個一個行くパターンですか？行きましょう、行かないよ、行かないよ、行かない。小春さん見てくれてる。あ、新也くん、お久しぶり、お久しぶりです。小春さん。お久しぶりです。お久しぶりです。すごい見てくれてます。あ、こうあれですよ。いつも見て。あなたもさ、ほんま。あれです。パンくんね。パンくん。パンくんね。パンくん。パンくん。パンくんやっぱ見るときも帽子かぶってるのかな。かぶってるでしょうね、間違いなく。かぶってるよね。はい。ちょっとでもこれさ、はい。あの山田の MC 山田裕貴の声が途切れてるのね。そうね。いや、わからん。あの、YouTube はわからんけど、俺らに対して、ちょうどいいよ、だけど、全部聞こえんから、ちょうどいい。山田の声が全部ちっちゃい。
ちっちゃい。あ、いいよいいよ。やっとこう、あと途中。いいですか。私は山本さん見てデュラン2買いました。あれだす。デュラン2、うん、ただデュラン2はあの松本代表モデルで。ああ。え、今の山本バレル、今のノブさんは。ね、今のノブさんのバレルは。まあオルテガってオルテガですけど。オルテガです。はい、デュラン2みたいなもんなんでお願いします。オルテガなんですか。え、オルテガっすね、名前は。刀の中の。あ、そう、あの刀ってあら刀を探そうと思って。はい、いろいろあの刀の探したけど、ほとんどバレルの名前になってて、はい、あのドラクエ3 の, あの主人公のお父さんがオルテガっていうのは、オルテガの剣から、そっからドラクエから取った。おお、オルテガだからそれだと思ってたんですよね。あ、そうそう、それよ、それ、お、それなんすね、うん、それなんよ。これほんとまたちょっと年齢層高めな、チキンナイフと迷ったんやけど、チキンナイフなんですか、それ。チキンナイフダサいよって言って。そうそう、ファイナルファンタジーのチキンナイフとドラクエのオルテガの剣で、はい、オルテガの剣で迷ったんやけど、あ、オルテガにした。かっこいい声なんだ、ね。乾杯しよう、乾杯しよう。はい、乾杯です。KP。これ実はですね、あの皆さん、あのずっとこの乾杯を8時ぐらいから繰り返してまして、そうなんですよ、ちょっと酔っ払ってるんですよね。あの、伊予さんの、伊予さんのちょっとこの圧が。ちゃうでじゃないです。乾杯してから喋ってや。あ、ちょっと一回飲みますね。すいません。一回飲むんかい。ないね。なんで飲むの。乾杯してない。え、乾杯してない。乾杯。僕の中で終わった。一回やりますね。乾杯。乾杯。乾杯。これこんなグダグダで大丈夫？大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。ちゃうでいいよ。この8時からこの1時間でヤンマーに結構。一気でそれ一気で飲んでって言われたから、ね、いやいやいいじゃないですか、いい感じになってきた、楽しくなってきたっすね。はい、楽しくなってきた。ヤンマーがやろ。だってそれは僕が楽しくならないと。ヤンマーは楽しさじゃなくて安堵の方やろ。そうやね、うん、近くにおらんから安堵感、安堵感あるっすね。安堵感ある。羽広げて今俺いられますもん。はい、近い。兄貴ありがとうございます。ノブさんといえばミスター MC やって、うん、そうそうそう、ノブさんといえば、あ、そんなん書いてる、ちょ、ノブさん、うん、言われてましたよねって。はいはい、はい、そろそろじゃあ MC お願いします。そうですね、じゃあ今日はやっぱ、はい、久しぶりこの3人、お久しぶりなんで。お久しぶりです。まずはあの近況とかから話したかったけど時間がないんで、はい、やっぱりユーザーの方はすっ飛ばしましょう。まあ、実はあの伊予ちゃんとあの山田裕貴、あの同級生 で, そうです、ね、同級生です。そうだ、83年生まれ、はい、58年会で、はい、実は58年ってダーツ界って結構ね多いんですよね。そうなんですよ。まあまあ、かの松本めぐみ、うん、岩永美穂はじめ、うんうんうん、結構多いですよね。あ、勝見翔くん、勝見翔くんとか、ね、井上慎太郎くん、そうそうそう、あと坂本伊代ちゃんとか、はい、伊代からの伊代です。伊代からの伊代、はい、年名前、あと誰おったっけ、伊代ちゃん、伊代ちゃん誰おった、誰やろ、誰おるんかな。ああ、河野勇気、河野勇気、河野勇気はね、河野勇気弱いな。同い年じゃない、河野勇気、同級生、同級生なんですけど、ちょっと弱いです。同い年だろ、ちょっと弱いです。やっぱ僕あの克実賞も井上慎太郎出してますから。いや、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、でもちょっと弱い。河野勇気パーフェクト優勝してますから。そうですね、優勝してる、確かに。黄色いコンドル、はい、つい最近あったんですよ、つい最近。 あの酔いつぶれて寝てる勇気に会いました俺。あ、そうだよ。勇気勇気ってあのほっぺた叩いて勇気が来たよって言って。違う、あの優勝した試合のベスト8俺は忘れんけど。あ、ダメダメ、それやった、はい、ファイブレグヤンマーが 3.18 ぐらい、やばかったっすね、あれもう本当に苦笑いで降りてきた、はい、あの壇上旅行で試合やってた、はい、あれ忘れよ、あれでも勇気は優勝するなと思って。あれもファイブレグ目あんだけ集中して下向いて投げて、はい、3点いくらしか打たんかった。いや、もう本当にですね、あれはちょっと自分の調整ミスですよね。もうあの開幕戦やったかな、はい、ちょっと本当に、うん、でもあのちゃんとあそこでスイッチが入りましたから、うん、そうやね、はい、
あのほんまや、平内和幸もってほんまや、忘れてた。あ、平内和幸、和幸の字が違うけど大丈夫。カズに怒られる。確かに確かに。平内和幸、確かになんか違和感がある。ほんまや。そうそう、平内もそうやね、うん、確かにそうですよ、ね、でその上が面白いよね、夫婦なのにソーシャルディスタンスって。あ、そうなんですよ、うちはあのやっぱり遠い多いんでね、遠いとこに座りすぎでしょ。今家の中でもマジっすか、ソーシャルディスタンス、はい、ちょっと寝てるのがあのうちダブルベッド2つくっつけて、はい、キングサイズよりでかいベッドなんやけど、はい、端と端なんです、端と端寝てるんですね。3.6 メーターぐらい、やば。まあでもね、気持ちがね、気持ちが近ければいいですもんね。あ、いいこと言う。さあ、もうそうね、はい、そうですね。違いますね、やっぱ山田さんは。そうでしょ、やっぱ山田さんは違います。さすがダーツ界一に争うおしどり夫婦。ありがとうございま す, す、ね。ありがとうございます。憧れます。まあ、俺は認めてないけど。もうだってだいぶ経ちますよ、もう13年、13年ですよ。13年やけど、やっぱ香里ちゃんのおかげみたいな。いや、そうですね。香里ちゃんがすごい、香里ちゃんがすごい。ちょっとやばい、責められてます、責められてます。攻める。いや、やっぱでもね、俺がお前がやっぱその香里ちゃんすごいと思ったのは、はい、いろんなイギリスとかそんなんじゃなくて、はい、あの松かの松本めぐみの結婚式、我々ハワイであの、はい、あったじゃないですか。はい。あった。あの時のあのヤンマーのフン刻みのスケジュールで、はい。あ、やばかったね。子供を全部嫁に預けてハワイに来て。本当に分刻みでプール、海、ご飯、ノブさん遊びますって言ったら、お前のそのスケジュールについていかなきゃいけないぐらい詰め込んできてた君のその、なんつうかな、帰り見らんところを見て、俺は香里ちゃんすげえなと思って。すごい、そういう性格なんやろな。いやー、ちょっと本当にすいません。あれすごかったね、恥ずかしすぎて。すごかったね、やばい。もう3日間寝る間惜しんで遊んでたもん。やばい、ちょっと待ってください。やばい、俺今これは帰って怒られますよ。僕はもう本当にすごかったよ、はい、一回怒られてますから、一回怒られてますからね。一回怒られてますから。怒られてた。いやー、これまた怒られるな、うん、大丈夫大丈夫、いい思い出ばっかり。たまには怒られた方がいい、なんか怒られた方がいい。そうですね、そうやね、すいません、本当にもういい。58年回の話はこの辺で。58年回も十分ですわ、はい、広がらなかったから、ちょっといやいや広がった。次多分この先この番組が続いていたら58年の人多分出演するでしょ、おそらく。出演してほしいですよね、58年回、うんうんうん、だってそのめぐちゃんとかみほちゃんやったら可能性あるわけや。ありますよ、うん、ありますあります、うん、いやいや、克実翔くん、井上慎太郎くんもちょっとワンチャン、ね、その方が視聴者さんからしたら見たいかもしれない、ね、そうですよね、ほ、うんまや、はい、してこのあのイノシシ年のこの主張の強い同世代たちであのちゃんと成り立つのかっていう。そうやね、はい、成り立つちゅうか、そう飲むかどうかもあると思うけど、はい、うん、確かにそっから大事っすよ、ね、飲み方みたいなね、っていうか飲む人ばっかやん。確かに、そう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 。でもぶっちゃけ言ったら今挙げた 4,5 人って飲まんと喋らんやつらばっかやから。確かにそうですね、飲まんと喋れない。ネクラ世代や、俺からしたらネクラ世代。確かにそうですね、58年の朝ってさ、はい、すごい静かやん。確かに。で、あのできればなんかあのきついタイミングで帰らせてくださいみたいな。そうそうそう、まあ自分を持ってる、いい意味で言ったらね、悪い意味で言ったらもう自己中というか、はい、先輩すいませんみたいな。そういう人ばっかりですね、今思ったら。そういう人ばっかりね、確かに確かに、今考えて。まああんまりその慎太郎とか翔と親交はないけど、はい、イメージあるよね、ですよね、その58年の。はい、確かに、うん、そこはすごい特徴的な共通点がありますね。はい、思うわ。我が強いですね、本当。我が強いね。強い。強いっていうか、我が強いのを自分が気づいてないタイプの人だもんね。だから年間チャンピオン多い。年間チャンピオン多い。年間チャンピオン多い。賞も賞も取ったよ。賞も。ヤンマー、美穂ちゃん、めぐちゃん、賞も。そうですよ。そうですよ。チャンピオンばっかりなんですよ。もっと強いの。でもランキングでやっぱトップ3とかに入ってる。そうですよ。58年、はい、数少ない。河野ゆうきは入ってないね。河野ゆうきでも優勝してますから。ごめん、ゆうきいじるつもりなかったんけど。ゆうきいじる。ごめん、ごめん。はい。まあでも、ちょっと弱いですけどね、河野ゆうき。悪いね。全然予定なかった勇気がいじられる。いやいやいや、いいじゃないですか、このさすがやっぱ。いやいやいや、できれば現役の人をいじりましょう。いやいやいや、名司会、名司会ですよ、本当に。
ちょっと俺はあと現役の人いじっていきたいなと思いますけどね。うん、ちょっとなんか写真が多分日本唯一のパーフェクト同一大会アベック優勝プロ夫婦ありがとうございます。え、同時に優勝したことあるんですか？あるんですけど、はい、2012年の最終戦へえ優勝したんですけど、はい、明日あの付き合ってすらなかったです、ね、そう、あそういうことね。そうでも一番なんか噂されとった時やんね。なんか多分まあまあまあここだけなんでしょうけど、あの最終戦当時の俺の彼女を見に来てたし、はい、その彼女と伊代ちゃん面識あったから、そう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 、うん、ちょっとでもそこほんとなんかあの隠しとった時期ありましたよね。2人あったけど僕に、まあ、そんなに長くない。あ、山田にはないよ。あ、山田には山田にはあるけど俺が気づいてないだけってことですか？そうそう、気づいてない。ちょっとそれどういうことですか？俺ダーツ界で一番鈍感な男と思ってる。山田と聖子さんにはちょっと黙っとった時期はあったね。聖子ちゃんはもうすぐ一番近いのにすぐ気づいた。あ、聖子さん気づいたんですね。僕ヤンマは口に出して言うまで、はいはい、気づかん、まあいい意味で、はい、そのなんちゅう、まあ、真っ直ぐな性格というか、みんな移動しちゃうからね。いい意味で、悪い意味で、はい、他人に興味がない。他人の恋愛とか、他人の行動に全く興味がない。あ、そうやったんですよ。でも、明かした時、はい、なんで言ってくれやったんですかみたいなこと言いよったけど、はい、いやもう言ったとて、へーで終わるやんって俺は思ってる。確かにですね。そうそうそう。ああすごい、やっぱでも実はなんか付き合ったきっかけみたいのが、はい、いいの俺らの話で。全然お願いしますよ。2人 の山田さんが初めて俺らと、はい、あのカラオケに行った、はい、島根のあのフェニックスの大会の後。おーあの時ですね。行くとこなくて、はい、今ゲストだけになったんですよね。聖子浅田と4人で、はいはい、覚えてます？覚えてます。打ち上げで焼肉行って、うん、行った。みんなテンション上がって、当時俺あのノンアルコールでダーツやってたんで、はい、聖子ちゃんの車があって、はい、遊び行こうってなって、ノブさん運転できるから遊び行こうってなって、はいはい、まあ俺はシラフのまんま、はい、カラオケしかなかったよ、あの街にも夜の遊び。行きましたね。でヤンマーがカラオケは僕行きません、はい、行きたくないですって、はい、嫌いだからせいちゃんなんかもう行こうやみたいななって、はい、行って、あのみんな覚えてないかもしれんけど酔っ払ってたから、はい、なんかオレンジチューハイを、はい、なんか二十何杯頼んで、うわ、3人で本当、3人で40分ぐらいで飲んでます。やば、まあ、とにかく覚えてないわ。ヤンマーが酔っ払うと歌えんからってめちゃめちゃ飲んだら、はい、せいちゃんだけちょっと酔い冷めとって、でイオちゃんとヤンマーが寄ってきたのやばいと思って、せいちゃん追いつこうと思っていきなり6回ぐらい一気したで、浅田聖子のわだちからカラオケがスタートしたわだちからスタートした。え、歌わずに飲んだんすか？まずそう、歌わずにまず飲んだ。やば、何それ。それぐらいじゃいいよと山田が寄ってたってこと？そうそう、いや山田はまず歌おうやみたいになって、はい、僕歌えないですみたいな、はいはい、カラオケボックスにも初めて来たって言ったよね、あの時。いや初めてじゃないんですけど、じゃないけど楽しくないから行きたくないっつって、はい、あで、うわ、なんかせいちゃんが歌う時にヤンマーが正座しだして、はい、ソファーの上で正座して歌を聴くという、はい、やば、恥ずかしい。いやもうあの、目つぶって聞いとく。そうそう、ゆうちゃんがなんか、HY かなんか歌って、はい、いやー、会えてよかったですねとかなんか、歌の感想を言って、はい、で振り向いて、たまたま俺と山田が隣に座っとって、はい、振り向いて、ノブさん、これ今、歌の途中やけど、俺、トイレ行きたいんですけど、行っても大丈夫かねって聞いてきたのを覚えてる。やっぱほら、行き慣れてないんで、うん、僕なりのカラオケの楽しみ方と言ってたけど、言ってたけど、いつ行ってもいいやで言う、はい、あ、こんだけひっきりなしに歌が入ったらしょんべんいけないんですよ。いや、そうですよ。だってあのほらメドレー中にちょっとトイレ行くっておかしいじゃないですか、三陸残して。うん、そうですね。一回聞いといた方がいいかなと思って。まあ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 、はい、あの後が大変だったんです。あの後みんなもう泥酔になって、はい、カラオケ出て、はい、ヤンマー覚えとかわからんけど、ヤンマーだけ、はい、次の日朝の便帰りで。そうです、俺早かった。俺と伊代ちゃんと聖子ちゃん車やったから、はい、出雲大社に遊び行って帰るって話、はいはい、そう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 、どうしても出雲大社行きたいって山田さんが言い出して、はい、夜2時半ぐらいです、はい、
今から行こうって言い出した。はい、そうやそうや。でインターネットで調べたら、はい、出雲大社24時間参拝できるっていうのを調べて、はい、行きましょうみたいに言われて、はい、でホテル着いたのに山田が、はい、いやまだ俺は行きたいとか言い出して、はい、でゆうちゃんと2人で、はい、なんかまあ、とりあえずゆうちゃんがトイレ行きたいってホテルのトイレ行って、はい、なんか2人でなんか酔っ払っとうからもう真っ暗のホテル大声出しながら、ね。ホテルのその入り口が閉まってて裏口から入らなかったので、そうですよね、あ開けへんかったから、はい、ちょっとって読んだら、はい、山田が来てくれたん。そうそう、でカード刺すとこ虫だらけでな、はい、そう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 、でカード刺してなんか叫び声聞こえてゆうちゃんのキャーみたいな、はいはいはい、でせいちゃんと行ったら、うん、山田が脅かしたいね。そう隠れとって思い出した。トイレから出たら真っ暗のロビー、はい、真っ暗で山田がここで待っとくなって言っとったところに山田がおらんくて、うん、あれってもう不安で不安で壁伝いにそーっと見たら、うん、なんかお皿の音がガチャガチャみたいな、うん、なっていやーってなったらクスクスクスって笑い声聞こえて、うん、それもまた怖いやあの後覚えてないかもしれんけどちょっとヤンマーねヤンマーって言ったヤンマーあの後俺すぐお前ら車乗れ言うて乗したのは俺通報されると思ってうるさすぎて、あうるさすぎて二人で爆笑してたよそれで全然覚えてない。セヨちゃんメットから、はい、ロビーに行こうとした、行こうとしたから止めて、はい、車乗れっつって俺セブンイレブンに移動したよ。やばやば。なら山田がなんか出雲大社諦めるんで部屋飲みしましょうっつって、あ、うん、部屋飲みしましょうっつってなんか酒を買って部屋に持って行ったら俺の部屋通り過ぎて聖子ちゃん隣の自分の部屋に戻っていったよ。ああ覚えてる、うん、覚えてる、うん、そうそうそう。結構俺だから粘ったっすよね。粘ったし、めっちゃ粘った。聖子ちゃんの部屋の方の壁叩いて聖子さん来てくださいよと思って聖子ちゃんが LINE 入ってきて今わさびを入れましたね。麺中にわさびなんかざるそば食べとったざるそば思い出した。お酒3人で開けて、はい、二口ぐらい飲んで、はい、チキンモクやったよね。そうで山田がいきなり、いきなり山田が顔上げて、はい、ノブさん、はい、帰っていいですかって。そうそうそう、帰っていったね。そうそう。でもあの日ぐらい違う、俺ら付き合ったの。そうでしょ。ほら、うん、あの日かあの次の日ぐらい。キューピッド。そう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 。キューピッドですよ。キューピッドではないと思うけど。なんで、そうですね。早く出ていけよ的な。全然ない。早く出ていけよ的な状況なのにわざわざ入って、うん、あの聖子さんの、いやいや全然そんなことはなかったんやけど、そうそれもなかった。ほんまに酔いが回ってきたんかして、お前一言も喋らんかった。なんやったらもうほんな一緒に飲もうぜって思っとったけど、うん、そうそうそう、急にこう落ちたよね山田の。落ちた、あれ落ちた。もうあの帰りたくなったんですよ。あ、そうそう、帰りたくなった。あれ、はい、よくあるやん、はい、山田あるあるやん、はい、山田あるある、山田あるあるだ、ね、急に火が消えるやつ、はい、僕あのあれやった、ね、さっていなくなりますからね。あの、うん、結構本当に真剣にトール君とか、うん、あの愛希君とかからどうやったら帰れるんですかって聞かれますからね。めちゃめちゃ真剣な顔して。山田の帰り方はこれ結構ほら、はい、当時あの飯試合終わった後一緒に食べ行ったりとか、はい、してた時のやっぱ山田の帰り方はストレート、はい、そうですよね、ちょっとこうなりだして、はい、どうぞ俺帰りますみたいな感じが多いよ、ね、おお帰れ帰れ多いよ、ね、でもあの、はい、山田にどうやったら帰れるんですかっていうのはその帰り方ができるのは山田しかおらんから、うん、そうなんですよ。まあそうやね、教えることは何もないです。あ、それは愛希とトゥールがするっていうのはちょっと、ね、逆に愛希とトゥールがそれをしたらいいよ、マジ切れるかもしれない。そうでしょ。いやだからちゃんと、ね、切れるね。特にトゥールはやめた方がいい、はい、いいアドバイスしてますよ。いい、はい、あの帰りますって言えたら行った方がいいんじゃないっていう、うん、そうそうそう、はい、そこはもうでも全然帰っていいのに。いやでもその何て言うんですか、ちょっとずつですよ。こんなキャラになったのはちゃんとやっぱ若い頃は僕はもういましたから。まあそうやね。でも、はい、ヤンマーはほら自分が楽しむ何かをその場で見つけようとして、見つかったら結構長いことおるけど、そうですね、うん、見つからんかった時はもう本当打たれすぎたボクサーみたいな感じで入ってるもう俺は限界ですから確かに確かにですね、お疲れしたーで帰っていくこと僕ないですね、うん、
でもあのカラオケの第2弾覚えてる、岐阜大会で、その年の岐阜で、はい、第2弾山田が酔っ払って、はい、大会パーク終わった後に、はい、カラオケ行こうってイオちゃんがいつものように軽く言った、まあ言うたらみんなが聞こえてないふりするぐらいのテンションのやつで、はい、ただお前が行くって言い出して、はい、あのほら持ち込みできるとこでさ、ヤンマーがさ、はい、河野勇気とさ、それこそ河野勇気、河野勇気ここで出てくる、ビール大量にさ、はい、コンビニで買ってきて、はい、マスミラとかみんなで旅行だったんちゃうかな、カラオケ行ったよね、山岡さん、山岡さんのタンバリンに感動した、そうやそうや、ある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 、タンバリンうめえみたいな感じだった、そう、そっからパーフェクトでさ、山岡さんにさ、山田があったらタンバリンの人ですよねって、はい、うん、そうはい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 、赤い人、赤い人、リアルの赤い人、あああれ岐阜、岐阜やったとか、どこかな、岐阜かな、それはちょっと入れんかったとこ、無理やり、でも勇気いたんすね、おった、勇気とヤンマーがビール買って、はい、なんか帰ってきて、歌ってたよ、ブルーハーツ、うわ歌ってた、山田のブルーハーツ歌ってたね、あんま言うとちょっとなんかこうなるんでやめときましょう、ね、なるからね、はいはい、やめときましょう、うんうん、やろうってなるもん、うん、いかんいかんいかん、けどまあでも島根は結構歌ったよね、山田さん歌ったっすね、うん、いやでも楽しかったっすもんね、うん、楽しかったね、あれはね、うん、面白かった、まあ、みんな楽しかった、俺シラフやったよ、運転やったから、はい、シラフで俺あれすごいと思う、自分で一番褒めたいあれやろ、シラフでよく3人付き合えた、ベロベロとですね、ベロベロのわがまま3人、うん、もうきつかった、もうせいちゃんとか酔っ払いすぎて抱きしめたい、2回歌った抱きしめたい歌って1時間後また抱きしめたい、うん、抱きしめたいやんやばい、やばいそれだいぶ抱きしめたかった、いや、うん、あとあれやろ、イオエブリシングやろ、ああいう、あ、それそれ好き、イオエブリシング、エブリシング歌って、イオエブリシングって聞こえたの、山田さんが、イオちゃんのね、イオエブリシングって歌うイオちゃんすごいっすね、あれユアエブリシングやで言うの、そうそう、ユア、あ、なるほど、ユアか、はい、真面目やったよね、でも歌に真面目やったね、山田さん、いや本当に、はい、僕はもう目つぶって聞いてたもんね、うん、そう、目つぶって聞いてたから、やっぱどうせなら楽しみたいじゃないですか、美声をこうしっかりそうだね、噛み締めたいじゃないですか、今から飯食います、ちょっと待って、これコメントめっちゃ入ってる、コメント拾おうよ、うん、ノブ、はいはい、さんはまた超えた、下川さん超えました、そういう話聞きたいよ、ね、元カノはダーツプロじゃありません歴代彼女はダーツやってません、一人も、イオが初めてですね、ダーツプロの女の子、付き合ってたんですか、その島根大会、そうですよ、その大会から新去年の決勝でのあまりなし優勝、あまりなしは実際僕試合してたんであまりなし聞こえてないんですよね、去年の石方が言うけど、ありがとうございます、PDC レディースの決勝でミクルさんに勝った時は泣いてました、この時、ね、めっちゃ僕グランブルーで応援してました、あ、そうなんや、はい、イベント中やった、はい、今でこそあのミクルさん面識ありますけど当時なかったんで、ああ PDC、ね、僕だけ、あ、それ言ってたよね、はい、僕だけイオちゃんが勝つって言って、もうグランブルーだからもう周りはもう絶対ミクルさんが勝つみたいな、ああ PDC、 ああ、その時イオちゃん勝ったんですよ、気持ちよかったですね、あれは、あの前が結構面白かった、あの PDC のあの時あんまおらんかったけど、はい、機械室に、はい、あの俺らライブクイーンの人らと一緒に、はい、入場するみたいな、はい、で女子は2人やからどうしますみたいになって、はい、俺に来たんよ、俺が残っとったから男子の方で、はい、でノブさん入場夫婦で入れませんかって言われて、はい、あん時夫婦、あ、もう夫婦か、夫婦で入れませんかって、で会場に今日パパ来とおけ、はい、パパ呼んでこよっつって、はい、パパ控室に呼ばれて、はい、じゃあでその前はあれやで、Lスタイルの社長赤井さん、はい、あ、そうや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 、もうイオと一緒に出ようかみたいな感じやったけど、はい、赤井さんがで俺は司会室で飲み寄って、はい、赤井さんにそれ言われていや、パパいますよって会場に、はい、でパパ呼んできて、はい、入場できませんかって言われて、あ、いいですよってなったよ、3人なった瞬間、はい、俺の目の前になった酒パパ3杯一気飲みしてで結局パパと入場、パパと入場した、パパと入場、結婚式か、はい、パパがエスコートで、やばエスコート、それ知らんかったな、そうそう、それで優勝した、あの壇上に上がる前にイオ落ち着いて自分らしく
ハードやからって気負うなって言って、すごいパパ送り出してくれたパパが。パパすごい。大事ですね、そういうの。負けて当然や言って送り出してくれて、うん、これ新しいパターンじゃないですか。例えば PDC とか行った時にイオちゃんがあのパパと入場するっていう、必ず。なかなかないよね、はい、特例で。いや、そうそう、それで勝ったよな、はいはい、うん、それで勝った。まあ、あの時下馬評ではさ、はい、みくるちゃんがなんかジャパンで多分11連勝とかそうやってて、そうそうそう、でなんか PDJ 決めた時も11打つぐらいで決めて、そうなんかもう下馬評ではみくるちゃん圧勝やろみたいな、はいはい、言われとって、裏でまあ俺らちっちゃい画面で見てて、はいはい、僕入り方的にもこういけそうやなみたいな、うん、いやでも控え室で朝からずっともうその男子の、うん、あの試合、うん、ずっと裏でモニターあるからずっと見て、うん、なんかなアレンジの勉強をずっとしとった朝から、うん、数字がなんぼ残っ、うん、アレンジ全く知らんからなんぼ残ったらここ行くんやって、うん、外れたらもうそこで考えるんじゃなくてどうでもいいみたいな削れみたいな自分でも言い聞かして言い聞かして、うん、よかったな、やってた。いやでもおもろかったよね、あれは。なんか見てる人からしたら盛り上がったかもしれない。いやいや盛り上がったんですよ。ワンサイドゲームになるんじゃねえかって言われてたから。うんうん、試合も結構いい試合やったやん。はい、うん、よかったよね。いややっぱイオちゃん。その次の年俺が山田に負けたね、あれ。あ、そう。山田に。あのバーストしたくせに次のラウンドインブラウトされた。あ、覚えてる？あるや。最終レグ。最終に行く時っすよね。そう、うん、あのお前2人でワイン飲んでめちゃくちゃ酔っとったね。会場にワインないっつって、そう、山田にノブさんが負けて、うん、その試合で使ったボードの抽選で山田がイオを引くっていう。あ、そう引いた。今ある。あ、イオあるよ。サインされたやつ。応援行ってて。そうや。そうですよ。懐かしいね。懐かしいね。懐かしい。結構前あれも。もう前ですね、その山田がイオを引いてイオが手を挙げた時の山田の顔忘れられへん。イオちゃんみたいな感じだった。いやいや、そうなるでしょ、だってそこ引くみたいな。ちょっとコメント拾うよ、これ。名刺会聞き出すな、はい、聞き出したいんで、あのコメントで聞きたいことあったら何でも、はい、何でも僕は喋らせますよ、うん、はい、いつから付き合ってたんですか。出雲大社は諦めた。いつから。出雲大社の日です。出雲大社の日。デイスイキューピット、あ、山田キューピットしてないです。上原くん飯食ってください。2杯食ってください。どんどん行きましょう。その飯食った飯を今から持ってきてお持ち帰りでも。ノブさんもイオさんも歌うまかったな。 MDC 前夜、あ、やったね。あ、 MDC 前夜やつは俺が若旦那やった時はね、カラオケ歌ってんすね。ノブさんなんか若旦那のように俺はサングラスまで用意してタオル巻いていった後輩が撮った写真があのカンナムスタイルにしか見えません。あったノブさんちょっとネタ的っすもんね、うん、カラオケ、うん、ちょっとあの、いやいやいや、はい、焼くやつっすもん僕が。はあ、うわ、羨ましい、ね、羨ましいと思うような感じですもん。そうそうそう、でもあれ、はい、俺思うけど、はい、やっぱダンスプレイヤーたるもの、はい、ネタの一つか二つ持ってないと、持ってないとダメですよね。わかります。ダメと思うんです、はい、ただ上手いだけ。まあ、イオちゃんとかもめちゃくちゃ上手いけど、はい、全然、まあ、ただ上手いだけで、ただのスナックスナック、うん、ただ上手いだけではやっぱ持っていないかな。はい、男はやっぱちょっとそこネタ的な、ね、男は特にやっぱネタ、俺常に今風呂場で仕込んでるから。やばー、もうそこはちょっと、じゃあもうすごい聞こえてきますよ。やっぱさ、俺はダーツがダメになっていくとともにエンタメを上げていかないけんと、はい、ああ、ボキャブラリーを伸ばしていこうと思って。結果、エンタメに押し上げられればいい話ですからね、ダーツ。あ、一番ね、理想ね、理想ね。まあ、ダーツはどこで追いついてきても、こいつはスキルとして残るから。確かに。それは確かにありますね。本当。何の話してバカじゃねえの。いやいや、ここはですね、若い人に見習ってほしいですよね、ノブさん。若い人に見習ってほしいね。はい。本当に見習ってこの風潮だけは続けていくべきだと思います。俺はダーツは今の若い子らの上手い子らの足元にも及ばんけども、はい、いやそうだ。じゃあパッと呼ばれた番組に出てどっち喋れるかって俺のが喋れると思ってる。間違いない。そういうところちょっとあのビシッとしていきたいですね。教えていきたいですよね、投げ方とかじゃなくて。俺もね、エンタメで言ったらやっぱそもそも俺山田裕貴に憧れあったから。うわ、マジですか。島根大会の朝倉聖也が名人やった後の、はい、
メイジェイ懐かしい。メイジェイをビニール袋でやった後の山田裕貴に振られてノープランやったのに、はい、あのいきなり大声で叫び出して、あの、はい、せいちゃんの当時のブログのあの飛べるはず理想の高さまでやりました。やった時に、これは横で見てて、シラフやった。懐かしいな。シラフやったから、なんか素直にこいつすげえ、はい、やった。あの壇上上がる階段で一回振り向いて俺に、はい、ノブさんやばいです、何も考えてないですって言ったのにもかかわらず、はい、結構会場一つになったかな。いやあれも僕あの実は会心の開会式だったんですよ、あれ本当に。いやあれ会心や、会心だったんですよ。結構一緒に開会式することこの10年が多かったやん、はい、ちょっと2人で喋ってて、中でも一番、はい、トイレ行ってきます。トイレ行って、はい、中でもあれ一番やったから、あれ会心だったんですよ。やっぱさすがノブさんですね。ほんであのポージングも最後の理想の高さまでの時の変なあの筋肉ポージングみたいの、はい、あれが良かった。俺が嬉しい。細かいとこまで見てますね。まあ、悪いわ。はい、やるなと思って、はい、うわさすがっすね。俺もあれめちゃめちゃ決まったんですよ。滑り倒したのも見てるけど、はい、中でもね、中でもあれは良かった。うわそうなんですね。あでもあの本当にこの福岡のゲームオンも同じぐらい気持ちよかったんですよね。だからやっぱ福岡のゲームオンと、はい、あの福岡の、はい、あの山田さんだとかなる前に、はい、初めて福岡でパーフェクト優勝した時覚えてる？覚えてます。金髪の、はい、覚えてます。あの時に、はい、やったーしか言わんかった、はい、あの優勝コメント、はい、あれは良かったね。あれだっす。あれは良かった。もう何言うかなってこっちも思ってるわけや。あれだっす。当時山田裕貴さん、福岡大会と熊本大会勝てないで有名だった。はい。そこで、はい、勝ったあの時に何言うんかなと思って俺も待っとったら、はい、やったーの一言、あれは良かった、ね。ありがとうございます。ヨウさん分かってますね、やっぱり。ボキャブラリーの高さを感じましたね。ありがとうございます。あなたに。ありがとうございます。で今の若い人に、ダーツうまい子らにやっぱそれをしてほしいなと思ってます ね、 そうですね。あの、うん、そこをあのいいじゃないですか、あの滑ってもって話ですよね。滑ってもいいんですよ、はい、もうそんな滑ってなんもなんで、そんな 1個も滑らずに会心なんか出ないっすよね。いや出らん出らん。滑りになれない、まあ、挑戦してほしいよ ね。そうそう、そこに慣れてから、ね、3本目のね、はい、クローズと一緒、カットと一緒なんよね。あトライしてほしいよね、はい、トライしてそれを見せることによって、はい、このクリケットでいうクローズとかゼロワンで上がり目が大事っていうのを気づくのと一緒で、はい、あれ一回滑らんとやっぱね脳で考えんから。そうですよ、脳みそで考えてできるようになったらやっぱ勝ち方もその逆転に次ぐ逆転で勝ちたいみたいなのと一緒ですよね。ここで見せて、あの山田さんがやっぱ俺が一番印象残ってるのが、はい、最近出たあのダーツ弾かれて5に入って161、121、まあ、181から3本目トライで、はい、あれが弾かれて161か121やったら俺は上がれとったって言ったね、決勝かなんか、はい、せいちゃんとの試合であったよね、はい、あれはなんか劇的に勝つイメージがもうできとったやろうなと思って。いやそうですね、もう本当にあそこはもう逆転をもうイメージして。いやでも161、121で4ラウンドアウト決めれるから、そこまで順調やった、はい、トンパチも出てないのに4ラウンドのアウトで僕は順調やったって言った時、まあ酔って覚えてないかもしれんけど、うん、こいつのイメージ力はあやばい、これ以上喋ったら褒めちゃうことになるから話題変えようか。ちょーす冷静やな、イオちゃん。そうそうそう、ちょ山田を褒める回じゃないから、はい、そうですね、変えようって俺も思ったんですけど、そんな冷静に変えようって。でもいいよ、山田ファンなんやで。おー、ありがとうございます。山田ファン嬉しい。なあ、ずっとずっと言ってもうなんか山田ファンっていうか、まあ、ゆうちゃんダーツあんま興味ないから、おお。だ人間的にの話やあーそこはですね、やっぱちょっともう天然なものですからね、やっぱり。うん、そうそうそう、いいよね、いいよね。ダーツの攻め方がかっこいいとかそんなの一回も思ったことないやろ。ないない、ちょっとそこじゃないんすか。ないよ。ね、まあ唯一ダーツで言うなら、あのだんだん意地になってきたら口がんでくるところかな。ああ、ガムの影響ね。うん。ガムの影響ね。うん、あれで大体わかる今の子。今はもう胃がんでないじゃん。いやもうそれは山田のあのファンの素人なん、俺からしたら。俺ぐらいやっぱり山田の背中を見てイベントを連れて回ってもらってた
このカバン持ちから始めた俺からしたら、ね、やっぱねここ一番の山田裕貴は左足の上がり方がやっぱ違う。もう気合入りすぎたらボードに近づきたくなりすぎてつま先しかついてなかった左足がどんどん離れてくる。ちょっと待って、ちょっと音声が、あ、いいよ、今山田褒めてるからお前は聞こえんでいいと思う。聞こえんでいいよ。ちょっとコメント拾います。はい、拾って。スナック一緒にやりたいです。小春さんやりましょう。スナック一緒にやりたいです。すいません。スナック小春さんとゆうちゃんでやったら売れる。やりましょう。ちょっと、はい、ちなみにスナックいいよっていうグループラインあるんですよ。あるある、あるね、あるある。いや、あの、うん、めぐちゃんもいる。5人のあるね。5人のグループっていうグループライン。動いたことない、動いたことない。うん。何回か動いたでしょ。何回か動いたね。うん。内容一つも覚えてない。確かに誰も覚えてない。なんでそれができたんかも覚えてへんけど。なんでできたのね。なんだっけ。全然覚えてないね。俺本当みんな覚えてないですね。いつかも覚えてない。奇跡ですね、こんなことある。でもなんか、スナックいいよっていうのを俺が言い出したよね。カラオケとかの、りょうちゃんの歌い方で。で、まあ、そのスナックいいよっていう言葉あったんやけど、はい、そのなんでグループラインを作ったかっていうのは、一つも覚えてない。だって、その時も、ノブさんとまだ付き合ってもない時やと思う。ないね。1ミリも覚えてない。でも、その、なんでスナックいいよが立ち上がったのかと、なんでその5人で立ち上げたのか。当時でもね、当時俺という、あのイオちゃん以外の4人はトリンダードで、はい、結構4人であのオープニングイベントとかやってた時か、やってた時やったから、あの店舗がめっちゃ増えた時で、でもめぐちゃんはイオちゃんのところで、めちゃめちゃ仲良かった。これそのイベントの、そうめぐはそのイベントの時ね。イオはめぐと仲良くしてもらってるから、でそのイベントの時ってなんですか。なんでやろうね、あれなんであれができたんやろ、分かれへん、覚えてない、全く覚えてないし、動いたかしどうかも覚えてないもんな。たまに動いとったよね。でもちょっと俺こういう写真とかいろいろ仕込んどったんやけど、あ、仕込んどった。スルーするね。ちょっとスルーしないでくださいって。山が俺らのイベントにあの馬で現れて、そう本当にリアルに気づかなくて、俺はフェリックスのあの社員のこと思って蹴ったりしてたんや、そうノブさんがマジで気づかないですよ、メグちゃんも、そうこれ俺とメグちゃんのイベントに山がこの姿で現れて、でね、全然知らない人の名前を俺に言ってね、いいから脱げって言うわけよ。そうもういいからなんとか脱げってって言って言ってたら、はい、脱いだらまさかの山田優。もう2人ともすごかったですね、あの顔はぁ、みたいな。で、山がその後あの俺らの代わりにこれチャレマシ、チャレマしました、ちゃんと、はい、このゼブラであったね、懐かしいね、やってます。鹿児島かな。ノブさんの背景に気づいてる人がいてはる。いや、いるすごいね、それ嬉しいです。これゼブラでやったもん、ほんと。これまだ、あ、まだこれこれ懐かしい。でも、ゆうちゃんやっぱすごいね、変わらんね。やるなぁ、松本伊代。就職式まだ俺らも出てた頃ぐらいの、はい、若い、もう俺とノブさんはもう全然違いますね。覚えてる、これヤンマがダイエットした年、加圧トレーニング、そう、ちょっとシュッてしてるもん。そうやめちゃめちゃ3ヶ月ぐらい。でこの前の日が、はい、パーフェクト新潟か山形かなんかで、はい、そう俺らと田中澄ちゃんと、はい、あの藤崎さんがキャンピングカーでね、移動した。キャンピングカーで帰ってきた、移動してね朝方3人でお風呂入り行くって、神戸の街、そうあったな、スーパー銭湯見つけて、大阪のスミちゃんと4人で行く。で、俺が風呂場でめっちゃヤンマ探して洗った後、はい、一緒上がろうと思って、はい、どこ探してもおらん、サウナもおらんし、一人で上がって出たら車でもう山田がおって、お前冷たいな、声かけてくれって言ったら、結局はタトゥー入っとって入れんかった。やっぱほら、あの神戸だから慣れてんでしょうね。そうお兄ちゃん、ね、お兄ちゃん入れんよって言われて、インターネットカフェでシャワー浴びてきました、ね、そうそう俺先フロント行ったから気づかなかったよね。はい、そうです。もうあのすぐぐらいの勢いで折り返しましたもん、本当に。ああ、なるほど、あれおもろかったな、あれ。その次の日ね、イオとスミちゃんでお風呂から出てきて、ここで待ち合わせねって言っとったところにノブさんしかおらんかったから、ヤンマーまだ入ってんのって、
女子より遅いって何なんだ、あいつ長風呂なんかなと思ってまだ、まだ当時1個か2個しか入ってなかったか、あったよね、今なら分かる、今なら分かる、今なら分かりますよね、あの当時もね、あの当時多分1個だったと思う、1ポイントぐらいだよ、はいはい、なのに引っかかる、引っかかるっていうね、あ、そんなに言うみたいな、朝6時ぐらい、5時か6時ぐらい、僕そんなもう揉めるために入れてないですから、あ、分かりましたって言って、ネットカフェにネットカフェにそそくさって行きましたもん、懐かしい、 あの後ですね、そうそう、あの後の大会、これ、これは若かった、ヤンマーさん、かぶり物ネタ仕込むの好きなんですかって、当時はね珍しかったんですよ、でも、うん、今でこそね、山田さんだ、あ、これやばい、これやばい、これやばいですね、やばいです、これやばいです、今ちょっとやばい写真出たな、ちょっと待ってください、落ち着きましょう、一回ちょっとこれで落ち着きましょう、これ落ち着きましょう、これはまだ俺らがほら食いしん坊やった頃、はい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 、っていうかノブさん細い細い、この時っつったら俺まだまだ土方しようときちゃうから、いやそうですよそうですよ、いや、してるとき、あ、してる、いやもうしてると思う、この時現場でちょうど辞めるか辞めんかぐらいのときちゃう、うん、そうそう、この時そうよ、2人でステーキ食べたとき、ね、いや2人じゃない、神戸、神戸やな、神戸、神戸かどっかと思う、はい、多分これハードの試合やったと思うよね、うんうんうん、あ、山田がいきなり、いきなりよね、あれもね、今はなんかハードの人みたいに皆さんなってますけど、僕抜けた当時山田ゆきハードやってなかったです、はい、いきなり俺ハードやるみたいな言い出して、はい、そうだやった時ね、で俺ら2人が最初なんかほらユニフォームダメですとか言われたら、そう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 、覚えてます覚えてます、覚えてますね、だってこの写真いいよ、なんかメールかなんかで送られてきたもん、送ったかもしれん、送ったかもしれん、うん、仲良しですからね、やっぱ僕ら、僕らね、ちょっと禁断のこれ出そうか、うわあ、これやばくないですか、これ懐かしい、これやべえ、これやばくないですか、これだってもうほら、うわ、やばー、ゾクゾクする、やばー、ちょっと一個ずつ見える、これ皆さん、めっちゃ練習したやつやろ、みんなで、そう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 、いや違う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 よ、イオちゃん、イオちゃん違うです、マジで当日まで練習しないでって言われたんですか、そう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 、あ、そうな、いや本当にこれ俺ね、これ裏話あって、はい、本当の俺ら夫婦にサプライズで、これまあ結婚式の催しで、はい、まあ右からこれ短いやったね、大城優太、真帆さん、小野啓太、ヤンマ、佐藤誠也、浅田誠吾がやってくれたエグザイルなんやけど、はい、あの本当の俺らに内緒で仕込んでて、はい、俺知らんかったから、はい、本当に、はい、二次会の乾杯の挨拶、はい、浅田聖子にしとったよ、はい、うんうんうん、そうそうそう、乾杯の時に、はい、お前ら着替えに行っとっておらんかって、はい、わかります、で、まあ司会のヨッシーも、はい、聖子さんいませんみたいな、はい、いやいや乾杯俺頼んどったのおらんわけないやん、はい、でも二次会で無駄無駄なった、おどおどして、はい、結果聖ちゃんの代わりに、はい、みっちゃんがしたの、そう、星野さんがしたの、そう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 、で、みっちゃんには一言もそんなお願いしてなかった、はいはい、急に俺がボソボソってヨシーに言って、はい、それではあの浅田さんの代わりにこの人しかいませんねって言って、はい、星野光正さんじゃなかったけどみっちゃんのあの驚いた顔ほんま申し訳なかった、なんか下顎伸びとったもんね、はい、え、みたいなほんますいません。なんとった。いや、しかも聞いてくださいよ。それ聖子さん目線で僕横にいるんで、聖子さん呼ばれてますよってなって、聖子さんめちゃめちゃテンパって、結果そのもうどうしようもないから、星野さんが代わりに出たっていう情報も入ってきたんですよ。あ、なるほどなるほど。めちゃめちゃ焦ってましたから聖子さん。焦るよね、それは。はい。やばいやばいやばいって。星野さんはやばいって言ってましたから聖子さん。あれはそのヨッシーもなんか聖ちゃんおらんから、はい、星野さんですの手で。まあ、みっちゃんに対してサプライズでよかったのに、はい、浅田聖子さんが今ちょっといないんでこれは代わりはまああの人しかいませんねみたいな感じで言われたもんやから、やばいっすよね、まあ、みっちゃんもね、まさか200人以上おるのに俺が選ばれると思ってないやだからちょっとゾッとしますもん、それもう本当に多分あの怒られたと思いますよ聖子さんは、あれおもろかったです、はい、ただただしょうがないですよ、これにかかってたんで、あの結婚式二次会のあの、あ、これね、最高エグザイル、
これエグザイル、エグザイルですよ。みんなわかりますかね。エグザイルっぽくなる。エグザイル。エグザイルになってるの太郎さんだけよね。太郎さんがずるいんすよ。寄せてくるんすよ。エグザイル。太郎さん持ってもおかしくない感じやったけど。これ聞いてください。あともう笑えてしゃあなかった。これもせいちゃんに至ってあのジャマイカの DJ や。ケータに至っては上海の上海ケータ君やばくないですか。ケータ君ケータに至っては僕でも結構エグザイルっぽくないですか。いや実はこれでもセイヤの位置が後から聞いたら、はいはい、あそう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 マスミやったインフルエンザでよく見てください。やっぱあのセイヤ君弱くないですか。いやセイヤ弱いだって今度ここマスミやったから。はいそうセイヤ急遽セイヤ急遽この日の朝か前の日いや、この日の朝です。この日の朝。この日の朝なんですよ。そうそう。そうそうそう。やばい、これみんな見せたいけど、俺映さんとったら見れる。はい、これはなかなか。ノブさんが、ノブさんが映らんかったら全員映る。全員映るね。映る。これいいやろ。これいいよね。これ本当にね、太郎、いいよね。ちょっと一個だけ言わせてもらっていいですか。太郎さんずるいんすよ、うん、本当に。太郎さん髪切っていたもんね。はい、髪本当にして歌も練習してたんです、うん、ちゃんと歌も練習しとった、はい、すごいんですよ。この時の裏情報やけど、はい、いいよ太郎さんの嫁、はい、ゆきちゃんと仲良くて、はい、よく一緒に飲んでくれたりするんやけど、はい、あの太郎さんカラオケがマジ苦手やったんやけど、はいはいはい、この時のために、はい、夫婦でめっちゃ練習行ったらしいんや。ちょっとやめてくださいってそれカラオケが苦手な、めっちゃ練習行って、はい、もう見た目もちゃんとしていかなっつって、いやあの髪型とかすっきりしてきたらしいん、ね、後で、はい、みんなにっていうか打ち合わせの話聞いたんやけど、はい、前の日カラオケ行って合わせようってなって、はい、歌わしたら山田が3回目ぐらいから、はい、歌うまくなってきた、はい、いやいやそれだって聞けばわかりますからさすがにそんなもう歌うなんじゃなくていやそうなんです。でやめさせられたんですよ。もう当日でって言われてこれ以上歌わないでくださいみたいな、ね、もうネタでしかないな。いやいや本当に、いやでも嬉しかった、ありがとう。いやいやありがとう。でもねこれ言っちゃ本当に申し訳ないけど、はい、これおもろかったけど完成度低かったやん、はい、間違いないです、ね、笑いがめちゃめちゃ取れた、はい、この後のパーフェクト女子勢が、そう女子勢やってくれたネタがクオリティ高すぎて引き立った。覚えてるあのみんな白塗りでさ何それ、ダメよダメダメのやつ、はい、みんなでやってくれたやつ。知らないですよ俺だって帰ったん。みんな白塗りでエレキ、あそうやヤンマ帰ったんよ。俺急いで帰ったんですよ。そうやエレキ連合やってくれて、うわで白塗りやから2段落ちで1回目の落ち今野ちゃんが鉄拳やったんや。そうで最後に、はい、あかりちゃんがバカ殿やった、はい、すごくないですか。アインしながらめちゃくちゃおもろかったあれ。マジっすか。あのでっかいスクリーンにもう全面に映し出されて面白かったよね。なんか女子の方がやっぱ捨てるときは捨てるなって思った。うわ結構なメンチやった。それ見たい。見たことないやろ、めぐちゃんの白塗りとか。ない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 。そうあれもあれあるな写真。あ用意すればよかったなあれ。ほんまやな。いやでもあれはやっぱみんなに聞かんと出していいか。そうやねそうやね、承諾エントね。いやもう今のぐらいのレベルぐらい本気やったからみんな。仕上がりがやばい。あ見たかった。だそれもうこの結婚式前の最終戦の前の日にみんなで集まって写真とか撮ってそれをアルバムにしてプレゼントしてくれた。だけどその日したわけじゃないよね。もう編集されたやつをあのスクリーン覚えと会場になったスクリーンで流すっていう。すごい。あじゃあもう当日は着飾ってるわけですね。そうそう当日はみんな前に出てきてではどうぞみたいな。さすがですね役者ですねみんな。結局ネタは、うん、なんかそのダメよダメダメない、その前ネタがノブさんちゃんとしたあのプロポーズしてないみたいな、イオちゃんから聞きましたんでこの場でしてくださいって言われたんやけど、はい、あそうそうあった。俺ねあの大阪でね一番高層ビルのベイタワーってホテル予約して、はい、50何回の部屋取って、はい、プロポーズしてるから、はい、いやノブさん響かなかったんすよ。いや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 。その前に喧嘩してるからその前に。でも俺ね。その部屋に夜プロポーズする前の朝行ってチェックインして、はいはい、婚約あのそのなんていう婚約指輪とかをソファーの裏とかに隠して、はい、ここで夜景見ながらプロポーズして指輪出すとか、はい、仕込みをして、はい、その日イオちゃんと一日デートして、はい、喧嘩して、はい、
なんと無理やりそのホテルに行ってプロポーズしたっていう。うわーすごい、よう受けたっすね。俺の2ヶ月計画ぐらいのサプライズを無理やり、まさかの女子勢はあなたプロポーズしてないでしょみたいな。うわー、まあでもそれはもうノーカウントっすよ。ノーカウント、ノーカウント。はい、なんでか教えましょうか。ノブさん、ノブさん、うん、はい、僕もめちゃめちゃ怒られてます。なんだ教えて。僕プロポーズの日めちゃめちゃ怒られてます。何したですね、プロポーズしてない。それ知らんねえ。なんなら僕してないんですよ。知らん、聞きたい。してないんです、プロポーズを。してないの。はい。でも、最低やな。8月8日にもう入籍するからってことで、8月8日に区役所まで行って書こうとしたら、そこで、うん、ちょっと待ってみたいになってめちゃめちゃ怒られました。で、あの過去化した状態から一回外に出た上に、うん、もう本当に夕方ぐらいまで本当にもうずっと大変だったっす。うわ、最低や。あんまり言いたくない。いや、でも19からつけるわけやろ。いや、だからそうっすよ。女子が女子に見えんやん。結婚したのいつな？結婚したのいつな？2000だから23、4。ちょっと出さなくていいから、写真出さなくていいから。あ、出た。ちょっと、ね、ちょっとこの話はちょっとまた。カオルちゃんは58年。いや、1個下です。59年。1個下か。59年。いや、それは怒るよね。そうですよね。怒るわ。ちょっと今日俺焼肉食べたいけど肉でもいいっていうのと違うよ、それは。そうですよね。ちょっと、うん、ちょっとサインしてもらっていいわ、それも。やっぱね、あれよ、あれ、汗が出てくる。いつもさ、お酒飲んでてさ、なんか酔っ払ってすげえ親父臭いやん、みんな女子って、はい、みんな、うん、親父臭い、ね、はい、親父臭い中におるやん。おっさんだからそのやけどさ、女子は女子やからやっぱ、うん、そうですね、ここっていう時だけピンポイントでちゃんとしとったらそれでええのに、それをせんから怒られるんや。怖い、すいませんでした。ごめんなさい、本当にやばい、本当に怒られてますよこれ。まあでも、まあしゃあないな、それは怒られるわ。しゃあない、でもあ、ちょっとやって。 3分前出てますよ。嘘やろ。コメント全く。やば。これが山田パンチ。これが山田パンチ。山田パンチ。すごいでしょ。面白いでしょ。山田パンチ。面白い。はい、山田パンチが面白いんじゃなくて、はい、今日山本パンチにハイジャックしたから。確かにですね。そう、ハイジャック。面白かっただけ。またやりましょうよ。月一やりましょう。延長しますか？延長しましょうか。6時間ぐらい尺取って。いや、ごめんなさい、延長しないです。延長はしないですけど、延長絶対しないんですよ。なんか変な俺のあれで。ただそらそう、またやりましょう。じゃあ山本夫妻と山田パンチと、うん、浅田呼びますか。いいす、ね、呼びましょう、うん、浅田準レギュラーやろ。はい、準レギュラーです。準レギュラーやろ。はい、オッケーオッケー。絶対浅田呼んでプラス松本めぐみ呼べたら最高ですね。うわ、んまあ、出てきてくれましたね。はい、スナックイオでやりましょう。すごい、スナックパンチね。それはちょっとぜひお願いしますね。いや、ありがとうございます。はい、あっという間だね、今日は。あっという間だった。楽しい時間はまああっという間っちゅうけど、早すぎるでしょう、本当に。やばい、まだ俺 20% しか喋ってないけど。20%! あと、いろいろネタ仕込んでた。ネタの2割も使えてないけど。どこ行った俺らの結婚式の写真の流れ。で、まだ出てないから。でも誰か、なんか、結婚式の写真が見たいとか、一瞬あげますか。ダダダって流れとったのに、あら、やばい、もう時間来るで、これ時間あげますか。一瞬出さなくていいですか。一瞬出せるなら、一瞬出せ、一瞬出せ。はい、じゃあまた来月の山本パンチ。じゃあまた来週、来月の山本パンチでやりましょう。結婚式今度ジャック、またジャックしますんで。あ、ちょっと待ってくださいね、大事なお知らせがあります。ちょっと待って、まだ終わらない。危ない、忘れてた。大事なお知らせをちょっと忘れました。ちょっと一瞬だけですか。一番大事なやつ、来月から火曜日に変更になります。ああ、それ一番大事やん。大事。ビビるぐらい。あの、お前の店の移転より大事やんか。大事です。これ、山田パンチ移転です。大事。はい。あの、パーフェクトが始まると思って、ちょっと金曜日から火曜日にずらす。なるほどね。はい。で、まあ、もうこのまま火曜日にずらして、8月。パーフェクトのこと一言も触れてない、今日。大丈夫。はい、大丈夫。それぐらい俺らにはネタがあるっていうか、ダーツのことも触れてないけど、大丈夫。ネタがあるから大丈夫。ほら、見て、大城信也くんがもうスーパーチャットくれました、本当に。もう大丈夫っていう。ちょ、
11日です。来週の火曜日じゃなくて、11日ね。はい、丸々、あ、だ今週、なんて言えばいいのかな、4日じゃなくて、11日からの放送で。で、来週の金曜日はないってことね。そうですね。はい、来週の金曜日。次回は11日になります。はい、すいません。はい、ちょっとゲストは俺ら以外の誰かです。そうですね。はい、でも、月1決まってるんで、あと2週間で入ってきますからね。なぜね。はい。え、俺だから、18か25で入ってくると思ってもらって。俺らが？はい。あ、そうなの？聖子さんとめぐちゃんの話。あ、そうなの？はい、もう来ますから。いつからそんな行動派に？あ、もうこれ終わったらすぐメッセージのやり取りするんで。あ、そうね。はい、じゃあとりあえず今週はじゃあ。どうした？あ、今週ね。山本パンチを。YouTube の人やもん。YouTube チャンネルもアップするんだった。10時からすいません。いいよいいよもう。あ、もう10時になった、10時になった。何？10時になった、お願いします。山田さんの意見ね、3度、はい、3度のやつもいいよもう。いや、サンドも、13日遅れ。今日リハーサルで、うちの店の話するって言ったけど、一言も出ないんだけど。全然出なかった。じゃあ、後半もう一回お願いします。来月お願いします。うん、そうやね、来月。はい、いいっすか。すいません、じゃあ。思い出がありすぎて。いいですか、やりますよ。うん、はい。今週もありがとうございました。山本パンチ。パンチ。パンチ。Serial killer looking for another bitch. Come and get your issue. Me over with a knife, bitch. Slash, slash, you off, 'cause I can carry you.